Good morning. おはようございます。今日も素敵な一日が始まりました。私の言葉にとどまりなさいとジーザスは語っていますが、また羊は羊飼いの声を聞き分けますともあります。神の声、すなわち神の言葉。今日あなたに送るバイブルからの言葉は詩編の28編7節です。誠に主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。まあ詩編を読んでみますと、主は私の砦、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿るともあります。また私の櫓、私の岩、また揺るがない私の砦、そのような言葉も聖書の中にいっぱい出てきます。今日詩編の中で詩人は、主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、この方によって助けられた。主はあなた方の願いを一切神に委ねなさいとも語っています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知らせなさい。そうすれば神の平安が、まさに人の全ての考えに勝る神の平安が、あなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいますともあります。ぜひ今日この方により頼みましょう。この方はあなたを導いてくださる方です。この方は良き羊飼い、そして良き羊飼いは羊のために命を捨てるとあります。あなたのために十字架にかかり死んでよみがえってくださったジーザスは、今日あなたの傍らに、あなたの心の中に一緒に歩んでくださいます。この方と共に素晴らしい一日を体験できますように。Have a good day.